映画に登場した草津駅のロケに使われた群馬原町駅。何はなくとも全員集合は旅館の若旦那、風太に町の権力者と勘違いされ、西武バスの宴会へと連れて行かれる。白坂はそうとも知らずにバス会社批判を行い、西武バスの営業所長、イカリアを怒らせてしまう。翌日、初出勤した白坂は駅員の加藤や中本を、 知ったげきれいし、加藤らも、白坂の娘、越子のために奮闘する。一方で、怒り屋も、書院の荒いや、新川らを動員し、草津に新路線を開通させた。しかしある日、新川が運転するバスに、白坂の息子が危うく惹かれそうになってしまい、BS11、映画、ドラマ、映画、何はなくとも、全員集合。ミディ VD 化作品、b s ブン。 2020年11月7日閲覧、ありがとうございます。